場所は変わってレムニアの聖地ハワイ島に来ていますハワイ島で今日は収録しているんですけれども本当に私はハワイ島とは深い病院があって1年以上住んでたこともあるぐらい。 で女神ペレにすごいい呼ばれました今回ははい、そんなわけで「ですね女神ペレ」の話もしたいんですがまだですねエジプトのあ実際にリトリートの中で受け継いだものを皆さんにお伝えして、えー、皆さんが実践できることを、ね、最後まで、えー、聞いて実践して,いただけたしていただけたらすごく嬉しいので最後までご覧くださいね。それではどうぞ ここんににちは穴口恵子のハッピピースピリアルライフにようこそもう本当にまた再びですね、えー、今年からはですねどんどん飛び回っているんですが、えー、今日ですねまあえっとエジプトにいたのになぜ日本に3日しかいなくてハワイにっていうことなんですがこれあの実は、えー、古代ね エジプトってまあ5,000年ぐらいの歴史からねすごく残っていると思うんですけれどももっともっと前からね実,実際にエジプトもつながっていてアトランティスであったりとかえ実際にえハワイの今回はこのレムリアの聖地とねアトランティスのえエネルギーの大調和のえ光を通すみたいな光の柱を下ろして光の柱同士がこうなんか中継地点になってですね光を融合していく。 だからのレムリアの文明が良くてアトランティスの文明が悪かったとかそういうんじゃなくてそれぞれの文明には役割があって今この文明がワンネスのね本当に本来の私たちが本来ワンネスの源の振動数を持つものとしてねえ実際に目覚めていってるわけなんですがそれをするためにこの、えー アトランティスとレムリアの統合っていうのが結構ワンネスにすごいね、えー、こう貢献するというふうに太陽神らと話しててでアマテラス大神がやはり日本の大調和の振動数をね、えー、その3日間私はエジプトのエネルギーを光の柱とともに下ろしてねそして 日本の大和民族のこの太陽信仰であったり大調和をねえもう魂の DNA の中にもあるものをもってねある大調和真の調和ですねそれをちゃんとさらに活性化してでレムリアの聖地にアトランティス時代のエジプトの魂のね振動数のね無条件の愛のアトランティスの 愛の振動数とレムネの愛の振動数の融合を通して光の柱をね下ろすっていうことをね言われていて皆さんも私を通してまあエジプトの振動数ね宇宙の振動数いろんなものを受け取ってで何をしているかというと私自身が言われたのはもう皆さんが源の振動数を持って源の光の素粒子そのものだからこそえもうアトランティス時代のさまざまなえね えー、こう闇と光の統合であったりとかでそれを通してレムリアに来てこのレムリアの地に来てそのレムリア時代も、えー、末期にですね闇のねレムリアの,この中でもこう本当に、えー、もうな何にも意味がなかったぐらいのすっごい、えー 無力感というか絶望の中でこう亡くなっていった方々がねレムリアの魂を持つ方々がいるんですけどその本当の真の統合をね今回はしていくために創造と破壊の女神であるペレが手を挙げてくれてえもちろんレムリアの最高神官たちがねそこのこのハワイ島に集ってキレオや火山でえねそういった統合の儀式をねしていくことに ななったみたみいなんですよだからこうハワイ島にまずは来たんでですねで、えっと、今回ねやっぱりじゃ,じゃあこの今のこのタイミングでこのアトランティスの統合のために何が必要なのかっていうところをね聞いたらあのアトランティスって聞いて皆さんの中にすごい責任重大なことを犯してしまったっていうね領域の人とすごい 犠牲になったっていう人の極端な、ねえー、この両方の、ね、エネルギーがすごい強く今出ててだからこの今の出来事日常の出来事でも極端にそのような感覚感情になっていないかもいないかっていうのをねちょっと感じてほしいんですけれどもで、えっと、この、えー、今セラピスデーが来ていて。で エジプトでね、セラピスウェ・ベイすごく活躍してくれたんですがもう本当にセラピス・ベイは多彩でねそのすっごいこの、えー、宇宙レベルの多次元レベルの、まあ、ヒーリングの能力も高くて医療に古代エジプトで,ではね貢献してた時代があるんですね。でそこで、えっと、この、えー、分断された、まあ、要はあなたの心の中にもう絶対に許せなかった 例えば体験それは誰かの犠牲になった誰かが加害者であったその加害者を許せなかったりあるいは本当に重要な役割を担ってたのにそれを乱用してしまって責任を負えなくてなんか死,の死ぬ瞬間に何てことをしてしまったんだ絶対自分を許さない。 まあそういう意味で過剰に責任を負うことを通して報われるんじゃないかとか思ったりそういったいろんなね領域ですごくその源の自分自身の振動数にえもうちゃんとえこうその光がさしてるんですがその振動数を開いて満たしてえ本当に自分自身であるとね源は私私は源源は唯一無二の私を通して 何々を実現する何々っていうのは皆さん独自のねユニークなことなんですね。だからそのあたりのなんかすっごい大事なことはもうセラピスベイがその過去から現在に至ってで未来のタイムラインとかパラレルワールドにまで突き刺している自分は絶対許されないし自分は誰々をとかねその状況を絶対に許さないってそう思い 続けてきたことに対するすごいあのセラピリス・レイによるこのその許せない許せるはずがないという、えっと、のあらゆる DNA にこう引っかかっているその振動をするッとですね至福の振動数へとシフトする手助けをしてくれます。 なので皆さんがやることっていうのはまずセラピス・デーのその多次元レベルの多次元宇宙レベルのそのヒーリングの能力に感謝してセラピス・デーに感謝して私はアトランティス時代に体験した究極の分離を今もなお持ち続け未来のタイムラインにもその可能性を放っていますのでどうかそれを浄化して クリリアアアににしてアトランティスとレムの統合に貢献しますそういった言葉をね、えー、ざっくりと言いましたがそのような感じの言葉を言霊を放ってセラピスベイに依頼してくださいそしてセラピス・ベイがそれをすごくクリアにするときにはですねすごいなんかね冷たい薄い白なんだけどメタリックなちょっと銀の入った。 冷たくてあちょっと心地悪いんだけどと思うぐらいですけれどもそのまあエネルギーの光のレーザー光線を当ててくれていてその当てる先がそれぞれ違いますけれども自分自身がそのもう絶対的に許されないし許さないしこの分離は続くものであるということに同意してきてもうそこからなんか。 逃れたいけど逃れ,ない逃れない状況を引き寄せてしまうようなこともね、えー、ヒーリングしてもらっています今、はい、許可しないとでもしてないので皆さんそれぞれが、えー、意図して許可してセラピスデイにねそしてセラピスデーは皆さんにとって、えー、どんなふうに、えー、関わってくれていると感じるかその辺りもねセラピス今回初めてセラピスデーを知る方は本当に尊い源の存在の一員ですよ多次元宇宙にも存在してるけど。 この地球でではですねあのもうアトランティス時代にもいたんですけれども違う名前で名前ちょっと教えてくれないですけどとにかく技術とかをね発展させるとかねそして何か構築するという意味で古代エジプトの時代ではですね建築家としてもねすごく活躍してたし医療の領域でもねまあオペをしてたぐらいなはいサイキックうね えー、オペというかねそういった、ね、あのエネルギーでオペレーションをしてあの手術をねしてくれて、えー、健全な体を作っていた方なんですねで今このセラピスがど、えー、どんどんとシフトさせててくれていますであなた自身が体感してクリアになった状態が、まあ、あと少しの間であのシフトするんですけれどもこの間ですね 本当に大切なのはセラピス・デイがどんな存在であるかということを知る力知りたいって思いそれが情熱になってさらにこう進化バージョンで人間関係でどどんどん展開していきますよ、ね、なんかそのために今セラピス・デこは分離した、えーね、光と闇の統合をしてくれています。 あーなんかねこれもっと続けたいぐらい気分いいと思いますねはいでもこれこのぐらいでちょうど十分みたいなんで「セラピス・レイ」に感謝します。で今これからもですねこれはまあ保存しておいていただいて自分が何か何らかの分離感を感じた時に一掃させてくれてもう源の自分というものの振動数にね意識がいく方向に実際にサポートしてくれているんですね。 はいというわけでねこのエジプトつながりのいろんなあのエジプトに行ったからこそこの私の YouTube で伝える役割をもらっているんで是非ですねご登録されてない方は登録していただいたら嬉しいなと思いますまたエジプトのお話で今このエジプトとレムリアをねアトランティスとレムリアの統合のため,統合のためにね今来ているんですが範囲にねそれをしながらいろんな情報が宇宙連合やレムリアのね 最高自信館たちからやってくるので皆さんにとっても本当に2024年に向けて役に立つ情報をさらに発信していきますのでよろしくお願いします穴口恵子のハッピースピリアルライフでしたありがとうございました